こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は覚醒千里を飛ぶです。鶴の鳴き声が千里先にも響き渡るという壮観な景色を読んだもの、司教に鶴急行に泣き声天に聞こゆとあります。意味は、鶴は人里離れた深い山奥の沢で泣いてもその声は遠くまで達するということです。それでは今から覚醒千里を飛ぶを書いてみます。今から覚醒千里を飛ぶを草書体で書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。